石井忠信、石井はじめ有権は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。非前国の戦国大名隆造寺氏の重臣。非前国佐、家具に言森城主、石井泉氏中世の三男。隆造寺忠信、聖火及び、鍋島直茂の重臣を務めた。佐賀藩祖、鍋島直茂の性質で、 初代藩主、勝重の聖母になった日、大院のお父にあたる。佐賀藩徳令石井義家の初代である。非全国小木郡七橋及び、佐賀城主龍造寺氏の重臣で、佐賀郡飯森城主、石井泉市中世の三男として生まれる。父、中世や、兄兵部将雄詰延べ、長戸守忠也と共に、龍造寺家兼、高信二代に仕えた。元気元年、 鍋島直重に従い、佐賀城に侵攻した大友千笠田の本陣を吸収し、竜造寺氏の戦勝に貢献した。天正十二年三月、沖田縄手の戦いで、竜造寺高信が討たれ、石井氏からも多くの戦死者を出した。中心は石井氏の長老として、一族の団結を促した。天正八年の段階で、竜造寺氏の文元帳には、 着難の日後守る忠時が掲載されており、忠時に家督を譲って隠居していたものと考えられる。忠時は本家行務所有上中の後を受けて、飯盛上主になった。子孫は後に佐賀藩独立の価格でぐるせられ、過六三百七十五国をもって明治維新の廃藩まで続いた。天正十五年死去。ありがとうございます。